皆さんこんにちは、ホルタントナミです。今日はですね、お祝いのお料理の中からですね、なでしこというお料理をご紹介します。はい、なでしこというのはこんなお料理になっています。これ一段のお料理で、3箇所の煮物とか、あとまあ和風のおかずだとかが入って、3種類のおかずからできております。これ実はここに書いてあるんですけど、このなでしこはご飯がついておりません。なので例えば、このお料理にプラスして、当店では赤飯もメニューにあるので、そういうものをプラスでつけたりとか、あとお寿司のメニューとかも結構たくさんあるので、これにプラスしてお寿司を別に頼んだりとかっていう組み合わせができるようなお料理になっています。これから、誕生日だったりとか、あとまあ、さまざまなお祝いがあると思うんですけれども、よかったらこれからちょっと頼みたいなとかって思っている方もしいらっしゃれば、一度ご連絡いただければと思います。今日の動画がいいなと思ったら高評価、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。